はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。お願いします。はい、今回ですね、ゆいちゃん左手一本で打つ練習を教えてもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ、いきたいと思います。うん、まずみんな結構右腕の力がプレス強い。本当にそうかも。うん、めっちゃ強い。うん、で、まあ右利き、もちろん右利きの人が右打ちしてるんで、右手の方が握力強くて当たり前なんですけど、基本的にフォルムは左手の力を使って打ってほしい。うん、で右手が強いとこうヘッドがハンドファーストの状態でボールにミートできなくて、こうなったり。あ、右手が強いとね。う、うん、まあ、こう押し出す、こうやって押し出して外に出ちゃったり。なるほどね。基本は左手のここから左手をこう引いてくる。左手を引いてくるね。ここからこういう、うん、これ右手がこうグイッと押しちゃうとこう全く逆の動きになっちゃう。はい、でそれを解消するために片手打ちの練習をやってほしいなという、うん、と思います。はい、片手打ちできればちょっとこう短いクラブで、これ今50とか50秒でやってるんですけど、まず、まあ、足幅少しだけ開いて、うん、左手1本で持って、右手はこう左手にちょっと添える感じで、で、これぐらい、うん、そんな上げすぎなくても少しだけ上げて、で、気をつけてほしいのはこれも基本的に腕の力とかで打っちゃうと、うん、こういうこと、はいはいはい、去年からすると腕の力だけで打つと、うん、体が全く動いてなくて腕だけ。ああ、なってそう、私も。基本はうん、体と腕は一体、自分の体の回転でしっかり左腕も出していく、うんうん、から体のうんから体の回転でしっかり。おー、なるほどね。そっか、手打ちになってるな。これはしっかりいけないと、うん、結局左手、まあ、もちろん左手1本でうまくきれいに打つことも大事だし、右手の力より左手の力を強く使ってボールを打つことも大事だけど、まあ、前提として腕の力よりかは自分の体のボディー感の方が強くなるってなるので、その練習込みでから体の回転と、うん、こうやってこういう練習をしてみてほしい。はい、体幹で打つと本当に分かりやすい。うん、そうだね。しっかり体を使ってヘッドボールっていうのがものすごい柔らかいやつでボールを打つことができる。腕だけで振るとこういう、うんうんうん、から体の回転で、おお、なるほどね。っていう練習をしてみたくしいなと思います。はい、李先生、今日もありがとうございました。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画も楽しみに。バイバーイ。